信じてくださっているので、何としても自分の思いと、あとはこの場面で、この最高の場面で、伝えてくださった方々に本当に感謝します。ありがとうございます。まだ5月で、まだまだ強いことはこんなんじゃないんで、どんどん新しい風を吹かしていきたいと思うので、皆さんも一緒に一丸となって、本当に日本人のために、この1年ので、